い、どうも。トッサン TV、トッサンです。1枚の PDF を紹介させていただきたい。まあ、PDF っていうか、もう吸い出してあるんだけど、ちょっとこんなものをネットを見てるときに見つけまして、これ何かっていうと、元祖ボンカレー。元祖ボンカレーのある PDF をネット上で見つけました。ちょっと簡単に読み上げます。大塚食品株式会社代表取締役社長牧瀬厚は、発売当時の懐かしい味わいの元祖ボンカレーを3月2日月曜から全国で販売いたします。ボンカレーは1968年2月12日に世界初の市販用レトルト食品として発売して以来、レトルトカレーのパイオニアとして長年多くの皆様にご愛顧いただいております。この度発売の元祖ボンカレーは、発売当時のボンカレーの特徴である飴色玉ねぎのコクと炒めた小麦粉の香ばしい味わいはそのままに、野菜とお肉をボリュームアップしました。さらに具材に国産野菜を使用し、箱ごと電子レンジ調理が可能です。またパッケージにはボンカレー発売当時、大塚食品の営業マンが全国で9万5000枚を貼り付け、多くの皆様に慣れしんでいただいた松山ようの放浪看板のデザインを忠実に再現しております。発売当時の味わいパッケージを再現したしましたので、ぜひお楽しみくださいという1枚の PDF。 これは大塚食品さんが、報道関係者各位ということで、プレスリリースした PDF になります。これをとっさはね、ネット上で見つけてしまいました。なんとなんと、そのレトルト食品の世界でも一番最初初めてというのが大塚食品で、しかもそれがボンカレーだっていうことに、もう知らんかった、初めて、ね、気づきました、知りました。なんとということで、そしてよ、これを見つけた次の日よ、はい、これありました。見てこれ、わかる、これパッケージ。最初ね、この古めかしい感じまでこれ印刷出した。何年前のこれ品物出してきたんだと思ったら、これかーってね、このネットで読んだ PDF とこの手に取ってる商品がビタッとこうつながったわけで、ボンカレーっていうとね、こう多分ね、まあ俺と同じような世代、40代とか50代とかの人、まあ30代とかもあんのかな、1回は食べたことあるよね、ボンカレーって。で、名前はとにかくみんな知っとるでしょ、ボンカレー。まあ俺そう食べたことないんだけど、このボンカレー、レトルト世界初を再現しているので、そのレトルト世界初のボンカレー敬意を表して、今日全部のせいやってみようと思います。じゃあもうすぐ作って持ってきますんで、皆さんは作成後になりますね。ではいきます。はい、トッピングはね、こんな感じです。見て。ゆで卵、チーズ、ウインナー、唐揚げ、サラダ、やっぱり、とんかつ。いやー、これね、これに敬意を表して、元祖ボンカレー、かけたいと思います。この辺にね、はい、今ねレンジの、チンが終わりました。ではかけます。見てこんな感じ、あちあち、美味しそうですね。かけます。もうゴロッと、わあ、ゴロッとしてますね。これは
うわ見てよ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 、あーボンカレー、元祖ボンカレー、元祖ボンカレーがなんと大人な、大人 B 級グルメに。では早速食します。はいどうも。これはねテンション上がる、いやーテンション上がる、綺麗、我ながら綺麗。これお店で出たらさ、いくらぐらいまで許容範囲かね、これだけ豪華に乗ってたら。1200はいけんじゃない、1200いけるよね。はい、では元祖ボンカレーいただきます。いやーうまそうだな。やっぱまずボンカレーからいっちゃおうかな。ボンカレーのねまずルーだけ、ああ優しい、うん中辛だけど全然優しい。これ食べてね、すごい違和感を感じた。冒頭でなんだか懐かしい味だとか、みんな一回食べたことあるでしょとか、名前ぐらい知ってるでしょとか、なんかボンカレーがすごい身近なものであるかのような話をしたんだけど、初めてかも。ごめんね。だって記憶にないもん、これ食べて。食べた記憶がない、この味。ごちそうさまでした。いや、めちゃめちゃな量だった。さっきも言ったけど、これ食べたことないわ。初めてだわ。そもそも俺この人知らんもん。